ビクシスは、イタリアのハンドメイドスポーツ自転車ブランドの、名門ロードバイクメーカー、デローザ社の創業者、ウーゴ・デローザの次男ドリアーノ・デローザが2015年に、設立したブランド。社名は、ビーチ・クレテ・イタリアーネ・パー・イル・トゥエンティ・ワン・セックロの、頭文字から取った。ドリアーノ・デローザは14歳から、父の工房で自転車作りを手伝い始め、ウーゴが、 フレーム作りから引退した後も長年でローザ社のスチールフレームバイク作りを支えた。スチールフレーム前世紀、同社にはエディメルクスなどロードレース界の一流選手がウーゴ・デローザが作るフレームを求めて多く訪れていた。ドリアーノは父の下で経験を積み、そのノウハウを受け継いだことから前世紀を肌で知る貴重なフレーム職人と言える。とりわけ、 後年対等してきたチタン素材のフレーム作りにおいては、ドリアーノが研究、開発した功績が大きく、チタンフレームの第一人者として世界中でなお知られており、ビクシスブランドによるチタンフレームが待望されている。第一弾のプリマは2016年度ナブズにおいて、最優秀賞にあたるプレジデント、エスチョイス及びキャンピニョロアワードを受賞した。 2016年ラブズ受賞したビクシスプリマ。ありがとうございます。